12日に、渋谷においてですね、NHK スクランブルデモを開催いたしました。約170人の方にお集まりいただきましたけれども、 NHK の敷地を半周したのにもかかわらず、 NHK はおろか民放どこもテレビの報道をいたしませんでした。安倍総理の国葬反対集会なんていうのでしたらば、たとえ人数が5人ぐらいであってもテレビでニュースにするのにおかしくはないでしょうか。170人が集まったスクランブルデモ、 NHK を反襲したスクランブルデモ、これを自分の都合が悪いからということで NHK はおろか民放全局が記事にニュースにいたしませんでした。来月4月2日にまた渋谷において NHK スクランブルデモ開催予定であります。皆様ぜひご参加されて、やっぱりテレビはどこも報道しないという歴史の証人になってください。そしてですね、俺も参加したけど、テレビも新聞もどこも報道しなかったとですね、あちこちで書き込んでいただけると、大変嬉しいであります。